さて今回も上杉謙信が上杉景虎を応援する大盾の乱やっていきましょう。先月の収支です。勝手に名付けていく。さあ水田を異常に作っていこう。あ、間違えた。最悪だ。また間違えた。ちょっと2ターン放っておきましょう。状況説明も兼ねましょうかね。前回あー影虎、影、嘘だろ、呼んでくれよてか守れよ、みんな。もっと なんでそんないるじゃん、兵もっと出せよ。遠いな、奪い返せるけど遠いな。ちょ、なんで出ないの。あー、ちょ、君、なんで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 、ちょ、おめ、ちょ、一旦いじるかもしんないけど兵糧見るよ、一旦。2万あるじゃん、出せよ、そんなの。いや、落ちちゃうって。間に合う、いやいや、迅速に行くけど間に合わないよ、これ。敵に城を奪われました。あー、しかも2000もいるし、200しかいなかったじゃん、さっき。なんでもっと守んないんだよ。いざ参ろう。くそ、勝てるといいな。いいや、どうせ領地いったん戻るし。いや、俺が強いと言っても無理だぞ。いくら軍神といえども押し切れん。表情を始めましょう。報告いたします。もっと守ってよ。さあ、そろそろ、おそろそろ行こうかなって思ったけど、あいつらも動いたか。布陣すればいいんだね。出陣する、出るぞ、出陣するぞ。そのなんとか城ってどこなの。ああ、あれか、佐野家。勝てるのかな。いや、攻められてるな。行くんじゃなかった、守りに行った方がいいんじゃないかな。越後を失いそうなんだけど大丈夫。ごめん、ごめん、ちょっと、あと取り返しに行こう。今度あ、ちょ、俺迅速に落とすわ。じゃあ関東は北条がいるから大丈夫だと思うんだけどね。全然落ちない。勝ってえな、佐野家。あ、まだ耐えてるってだけか。出陣するぞ、出るぞ。我が方の城奪われました。敵将捕らえたり。一旦城へ戻る。ルナちゃん、ありがとう。何城、俺を倒す。宇都宮、オッケー。ちょっと一旦委任止めて。出陣する。大丈夫、俺行くわ、俺行く。出陣する。あ、もう5000になって、なんで。あ、軍団長就任したら回復するとかあった。我が策、それか。戦場を制す、我が策、戦場を制す。ご命令ください。ね、何がしたかったかというと、家臣を、あ、家臣団やるけど、余ってる家臣を献上しますね、あいつらに。違うな。献上だ。献上、水挙だ。こ、いらん、俺、こいつら。あ、でもダメだな。強いな。今後考えれば欲しいけど、まあ、いいや。いらない、いらない。家宝を念のため買っとこうと思ったけどないから、いいとして進出しようか。そっか、委任しすぎて勝手に建物作られてるわ。我が戦お見せしましょう、我が戦お見せしましょう。待機せよ、バカチンガーっつって。さて、あー、まだ兵糧がないな。退却しよう。騎乗する。で、行くときは同時に行きたいから、進軍は。大丈夫、上の方。最悪援軍出せるように貼っときたいけど、城頂戴すれば、沼田城くれればね、僕に。出陣するぞ。
せろ。うん、女じゃない今の。そう、北条頑張って、北条頑張って。北条いつも強いじゃん。やろうよ、もっと。北条らしくないね。表情を始めましょう。先月の終始です。城欲しいな。ここはね、今は自分の城扱いだから沼田をもらおう。よし、では行きましょう。いざ参ろう。今回の戦で仕留めたい。で、もう兵糧がないから、出せませんね、あそこからは。唐沢山城から出しましょう。1400しかない。出陣する。佐野家かっすいな。お見せしましょう。出陣できないします。一応北条が下にいるからさ、あ、影虎次第だけど援軍とか呼べるんだよ。別に参るぞ。北条弱っ。言うてもでも北条死んだらこの家終わりかな。敵将、あ、落ちた。早っ。北条返してさ、ちょっととどめさすか。かしこまりました。腕が鳴るぜ。出陣します。援軍ではないな。表情を始めましょう。先月の終始です。私は越後が欲しいんだが、なぜだかなぜだかどん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 関東の方に向かっている。家臣足りないな。返すんじゃなかったな。城作れそうだね。作ってみるか。我が策、戦場を制す。会えるぞ。援軍出して。出陣する。あいつ武勇高そうな顔してんじゃん。もっと頑張れよ。私にお任せあれ。全然落ちないな。あ、落ちた。あと市場でしょ。頑張れば落とせるよ。承知しました。かしこまりました。そんな方から言っちゃダメだ。まず兵数を確認。2000か。か、勝てるは勝てるぞ。その後があるか分かんないけど。かかる。ほら、めちゃくちゃ強いもん。ご命令ください。報告いたします。問題はもう武将がいないことだね。積みかけてるんだよな。若干、まあ、とはいえだけども、とはいえだけどもなんていう日本語はないけども、宇都宮倒せばね、武将入ってくるから、それに期待しようか。命にするな。勝った。生きるのだ。あー、あの人、何を目指してるんだろう。騎乗する。出陣します。かかる。出陣します。出陣します。そこ取りたいのか。ごめれよ。報告いたす。今どっかの城からになった、もしかして。そこにはもともと人いないよな。あ、諏訪の武将が増えましたね。ありがたい、ありがたい。援軍出してやるか。出陣する。戦場へ参る。この辺の兵力束ねて今度越後行こうか。出陣するぞ。敵将、トランシャリ。お任せください。行こう。かしこまりました。行くぞ。もしかしたら目標になるかもしれない。我らに撃てぬ敵はありません。ならなくてもまあいいでしょうと。どう次。ゆき、よし、君分かってんね。ごめるよ。なんで上杉家って言わないんだろう。言えばやってんのに。ここまで来たらちょっと勝ち確かなと思うんだが。政策を取り行います。兵数伸ばそう。全然伸びないけど、まあ、まあ頑張ろう。内政をその方向に向かわせればいいだけだから。炙りベーコンにしてやろうか。
何週間焼いてやろうか。おめる報告いたす、報告いたす。城作るのはいいけど何もしないんだよな。敵将捕らえたり。どうこれ。ああ全然できませんね。よしよしよし、越後行こうよ。越後戦へ参る。我が戦お見せしましょう。ああ攻められてる、また攻められてる。まずい、これ以上の進行はまずいよ。沼田をまず先方に出して、我に続け。剣心な、兵全然いねえもんな。行かないよ別に。いや影虎のためにやってやれてるんだから。表情を始めましょう。見てください、武田が上杉攻めを開始しています。外交が途切れました、とうとう。ここで私は一手打ちましょう。同盟を結ぶわけですね、彼らと。私に発言権がある限りは彼らと永遠に同盟が組めるので、その間彼らは味方になるという事態ですね。もちろん今のうちに城を増やしておいて、強姫、姫めっちゃ強いじゃん。何あれ、化け物だ。はい、入場しました。入れますからの、いるんじゃないこれ。3000いれば十分。3000いれば軍神の3000とか35万みたいなもんだね。いやここを失うともう越後終わりなんだよね。越後終了ルートなんで。じゃあまあなんかついてきてるんだけど、表情を始めましょう。報告いたす。あれ俺の機関の軍勢か。で俺どこ攻める。佐竹攻めんの。なんで俺が佐竹攻めないといけないんだ。あーちょっと待って、だるいな。自分の城だけやるか、あと任せよ。ここも発展しねえし、白井城発展しないっぽいので人口だけ増やせばいいか。沼田には新しく3人、ちょっと中世用やばいやつがいるから、それもなんとかしていこう。いやでもなんか最初に配下になった武将が宇都宮の家臣ってなんか嫌だな。赤が1人、家宝ないんだよね。まあおいおい考えよっか。その辺は宇都宮発展するので、ちょっと多めに入れときましょう。なんで剣心下げて君が前行くの。帰れ。命にするな、生きるのだ。よし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 、先月の終始です。ここをね最前線と心得ているから、ちょっと道をまず整備しよっか。いつでも行けるように。そこまでか。提案？何すんの俺。何？画像より、よりキャンもいらないよ全然。申し分ないもんだって。いやー無理か。だからもう見合うだけの城くれてるっつってるもんな。あ、そうだ。俺さ、この城いらないんですよね。はい。岩筆城あるんだ、作ろっか。待機せよ。あ、帰る。城へ戻る。でもあの城はいつか落ちるな。ちゃんと目見張っとかないとね。お金ない。いつの間に。我が戦お見せしましょう。命は惜しまる。出陣するぞ。お前ら敵同士か。まずいな、そこ通るのまずいって。します。ご命令を、先月の終始です。ちょっと待ってね、佐竹攻めあるけどさ、武田がそこにいるのちょっと怖いんで、とどまりましょう。領地行こう。
全然お金ないな。領地何もできない。あれ一回だけ？いや行かないって、ふざけやがって。滅ぼしてやろうか。北条は何やられてる、もしかして。助ける気はこっちには毛頭ないから。養生を始めましょう。先月の終始です。どうしよっかな。それ配属まだしてないんだった。忘れてた。あでももっとやろうと思ったけど全然人いないわ。ちょうどいい感じに分けれた。ああ岩櫃作れたか。岩櫃は発展するんだね。見送るわ。じゃあお委任してるからお金がないのかな。そうだ。ちょっとお前ら同盟切れるんだぞ。おほらほら、まずいって。このターンで切れるって。ご命令を。先月の終始。そうか、武田が敵じゃない、味方だと北条がやられちゃうのか。それまずい、バランス崩れんな。それは NG でいきましょう。だからだと同盟は結ばない。待って、あれ助けに行くわ。出陣する。お手近の城救い逃げ。みんな出陣します。北条がこんなにやられるの珍しいね。します。あー強いけど弱い。助けれるでしょ別に。加勢しよう。強すぎる。帰りましょう。加勢しよう。ここで雪村打ち取れればねだいぶ良くなるんだけど。我が戦ご覧に入れよう。武田にはあれがいるんだよな、真田重勇士っていうチート集団がいるから。騎乗する。まあでもそう言ったら剣心もダメだよ正直言って。さあでは佐竹攻めましょうか。上大丈夫。そういえば沼田岩櫃には兵を残していきましょう。いざ参ろう。あここちょうどいいや。出陣する。兵糧があんまりないけど、まあ、気にせずいこうか。いざ参ろう。出陣します。出陣する。出陣するぞ。ザゴメ囲まれてるということに気づいていないようだな。囲んでないけど。力を合わせ戦い抜くのだ。いざ参ろう。なんか案外強い。生きるのだ我が道を。お、なんか死んだ。江戸重道。命にするな。生きるのだ我が戦。お見せしましょう。敵1500来る。落ちた。1個、まず1個。ちょそのままみんな来てよ。じゃあ2800来てよ。そのまま頼むよ。その勢いで来てね。出陣する。行こうよ。勝てるか。どうだろう。剣心は強いからいけるけど。ご命令を報告いたす。武将がいないんだよな。でもここで北条との同盟が効いてくるね。ああこいつ使いましょう。こいつ神みたいなやつ。あお金増えましたね。政策を取り行います。何もいいのね。人口が増えるか。人口増えるのいいな。いくらこれ。収入に追いついてないなこれ。常備兵1000くらいしか増えてないのか。やめとこ。こっちにしましょう。じゃあ皆に伝えます。チェンジの方向で500、200帰る。姫来ました。弱い。私たちの強さ知らしめましょう。いやしないってその。
曲がりなりにも剣心だぞ。皆さん無理はいけませんよ。いざ参ろう。援軍来てる。皆さん無理はいけませんよ。ここで一旦進軍終わりだな。取り切れるか。いや無理だな。600対1400、ギリギリ勝てるかもしれない。お任せください。出陣するぞ。城門を破壊しました。出陣します。かしこまりました。ひと休みですね。ひと休み。ご命令を。今って何年だ。87年か。そうか、人が足んねえんだ。比較的強いやつを前線に送りたいんだけど、比較的強いやつなんていうそのニュアンスの武将はいないな。あ、取り込める。山上道を呼び。城下に移ります。道を呼び。城下に移ります。佐竹くんはもうちょっとですかね。一旦これ佐竹無視して越後に入るっていう手もあるんだけど、北条なんか弱くない今回。どうした。頑張ろうよもっと。というところで今回はここまでにしたいと思います。